どうもバレリーナ芸人の松浦恵子です。キラキラ。今日はですね、本当にお待たせいたしました。バレエのピルエットの方法を教えたいと思います。ブルソッテピットチャンネルっていうのもですね、以前質問コーナーでピルエットのコツ、フェッテのコツ、グランフェッテのコツ、あとピケ・アンディオール、ピケ・アンデ・ダンのコツとか、シェネのコツとか、パデシャのコツとかいろいろあって、実はグランバットマンのコツだけ動画に載せてるんですよ。でもピルエットとか回転系がすごいやっぱりコツを教えてほしいっていうのが多かったので、今日は分かりやすく私ならではの、まあ私言うてもまあバレエ歴も23年で今芸人なんですけど、こんな私でよければそのね方法を教えたいと思います。この後の動画もフェッテもピケも全部アンディオールアルダンをいろいろパデシャとか全部やりますので、全部よかったらねコツ教えますんで見てください。でなんか誰が教えてくれとんねんみたいな方いらっしゃいましたら、ごめんなさい、今の間におさらばしていただいてよろしくお願いします。はい、まずですね、ピルエットっていうのは回ればいいというものではなくて、よくいっぱい回りたいけどどうしたらいいですかとか、そこのあなたバレエの回転は量より質ですよ。きっちりね回ってる間のこのパッセという形をキープしてほしくて、で私いつも気になってたのが、パッセしてる時にこうやってね、わかるかな、引っ掛けて休んでる人、こうやってつま先を折って、これで回ってたらよくなくて、本当はパッセっていうのはもうつけなくていいぐらい、こっちの軸足じゃない方の足のこの筋でパッセを引き上げる感覚でいたら、両方の両足の筋力が均等にいきます。でここに乗っけて休んだら、今ほら乗っける前と乗っけた後で体重がこう変わってしまってるので、やっぱりまっすぐまっすぐで軸を、コマのねくるくる回るコマの軸をまっすぐじゃないですか。ここをまっすぐするために骨盤は絶対形は変えないでください。で回ってる時にいっぱい回ろうと思って、もうなんかこんなとかなんかこんなとか絶対ダメです。とにかくパッセの形を綺麗に5番からで、普段のバーレッスンが結局大事だったりするので、しっかりこうパッセで止まる練習をしてください。で横から見て、日本人ってやっぱりちょっと海外の方よりお尻が出てたりとか、私もそうですけど体型良くないので、でもパッセは頑張って頑張って開くイメージとしては、パッセ横から見たらこういうイメージ、こうやって逃げないで、パッセがこうやって逃げないように、これで回るのはジャズダンスです。これでもね回りますけど、これはバレエじゃなくて、バレエはしっかりアンディオールして、横から見たらしっかりこうもうすぐ生まれますよぐらい開いてください。あと、まあ、私のコツ、あくまでもコツなんですけど、腕の力が結構大事だったりします。振り子を想像してください。このまませーのでよいしょってやっても反動が出ないんですよ。こうポジションプリエからパス行くまでギリギリまでね、この残像を残しておきます。で最後、顔が一番最後になるんです。顔が行くのと軸足の膝は最後まで残って、このこれぐらいまで残すイメージでこっからこう乗ります。わかりますかね。だから全部一緒によいしょってやっちゃうよりは、順番で言ったら開くてプリエで、この残像このまま平行で、この追いかける手が自分の前、自分の体の前を通過したぐらいで、せーのでこう乗る感じです。でそのポイントは腕低すぎず高すぎずで、私は結構中学生の時とかは下の方で回ってたんですね。なんでかって言ったら、どこの筋力も使わずにたまたま回れてたというだけで、やっぱり腕の力すごく大事で、下に下げると形も悪いです。まあ回れちゃうんですけどね、ちょっと。で上になってる人も実は美しくなって、私がおすすめする方法はこちら、お盆です。お盆こぼん必要です。はい、こちらを持ったりして、大きめの A4 以上のとか画用紙とかノートをこう持って、肘をこう持つんじゃなくて、こう持つんじゃなくてこうやって持つ感じで、も肩下げる、怒るけど肩下げる、怒るけど肩下げる、これです。怒るけど肩下げる、怒るけど肩下げる、これをね覚えてください。
そしたら一番綺麗な状態。そして私のあくまでコツですけど、回ってる時に手のひらが下に行くよりできるだけ上向いてる方が私は回りやすいです。で、手がこう回ると足も勝手に開こうとするっていう私の脳のこの伝達がいろいろ勉強した中であったんですよ。だから手は肩いかるけど肩下げる、でこのまま回ってる。そしたらすごい形が綺麗になります。そして結構忘れ去られてるんですけど、大事なのが顔をつけるということなんですけど、これは経験者は簡単そうで意外と難しくて、私もこれ分かるまで結構かかったんですけど、例えばじゃあ2回回りたい時って、正面スタートから1回見てからもう1回帰ってくるわけじゃないですか。ということは1回しっかり自分の顔を見るって決めたらいいんですよ。だから、スタートからしっかり見る、わかりますか。この首を思ってるより早くつける、こう思ってるより、いやもう首取れてまうわぐらいつけてみてください。意外と回れるんです。それが私中国の先生に習ってた期間がすごく長くて、その先生が教えてくださった時にすごく回れるようになったのがやはり首で、中国語で何の意味かわかんないですけど、あプンプンっていうのがあって、そのプンプンの時に自分の顔を切ってくださいって言われて、その音が面白くて、それを頭の中でイメージしたら結構プンプンって言ったら回れたんですね。3回回る時に2回見るから、あプンプンってこう乗ってから、あプンプン、これ回れてんのかな、ちょっと自分では理解不能なんですけど、私がやった中ですごく実感できたのが、そのあプンプンって自分で言ってみる、で言うのがあれでした、心の中で言う、結構大事です。でやはりもう本当に結局大事なのは回転系全てにおいてなんですけど、回ってる時片足で回るわけなので、やはり軸足が重要になってきます。回る時ね、横から見たら4番スタートしてフリーして、もう私汚いですよ、分かってますよ、自分で自覚してますけど、こう開くでしょ。この時はしっかり真ん中に、後ろにも行かず前にも行かず、でもどちらかというと前に行った方がいいです。で、ほんまにやりすぎな方法で覚えたのは、極端に言うとプレーの時に後ろの足を伸ばしてました。で伸ばしてて開いてこっちの手が来た時にこの瞬間に曲げるっていうのも一つの手ですけど、理想は4番して真ん中にいて軸にいつでも乗れますよーの状態、下手したらもうすぐ離れますよぐらいで、こっからスタートする。で回ってる時にやっぱり自分の軸足一本に乗ってるわけですから、自分の軸を信じないといけません。はい、なので軸を信じる、パッセは休まない、で手はおぼんこぼんしよう、でも肩は下げる、で首はプンプンってやってみてください。追加なんですけれども、ピルエットは最後のポーズまでがピルエットだと思ってください。よくあんなに回れないんです、トン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 って言って最後のポーズやる前にちょっとこうバーって崩れちゃう方もいらっしゃるんですけども、回数じゃないです。ピルエットは回った後のポーズをしっかりするからピルエットなんです。よろしくお願いします。それだけは本当によく伝えたいなと思って忘れてたんです。はい、なので本当にどんなに汚かろうが終わり良ければ全て良しです。しっかり最後のポーズは決めましょう。あと一番大切なことは、回転を怖がらずにしっかり楽しんでやるということです。やはりバレエっていうのは結構きつかったりとかしんどいイメージももちろんありますし、私もしんどかったですけど、結局今言えることは楽しいという気持ち、そして早く上達したいなというポジティブな気持ちでやらないと、どんどんできないできない自分どうしようで周りの人と比べちゃって、私はできないんだ向いてないんだって思うのは本当にもったいないので、私も決して条件も良くないですし、チビやしデブやし短足やし O 脚やし、もういいことないですけど、これだけもうこんなにもバレエ好きなんだしみたいな。だからでレッスンするときに特にやった方がいいなと思うのは、お子様から、お年寄りまでぜひバレエ携わってくださってる方は、踊ってる時、特に苦手な分野の時こそ笑顔でやってみてください。これ本当にアホみたいな考えじゃなくて、これマジで、なんでかって言ったら、真剣に無の表情でやってたら呼吸がねできないんですよ、こうってなるから。でも笑顔で笑ったままってやったら、意外とここで空気がすごい酸素吸えて二酸化炭素はーって出せるから、
思っているより、そしてやっぱり何でも笑ってみたらあれ意外と簡単なんじゃないかなって脳が錯覚するわけですよね。本当にこれなんか今心理の授業かなってなってますけど、でもバレエも本当に病は気から、バレエも気からです。よろしくお願いします。回ってる時お尻下げて口角上げて、はい、もうこれさえできたらもうあなたは多分ピルエットは大丈夫です。はい、ということでいかがだったでしょうか、私のこの、大丈夫かしら、少しでもねためになったら嬉しいなと思います。ではこの後また引き続きグランフェッテのコツとか、ピケ・アンディ・オール、ピケ・アンデ・ダン、パデシャとかね、あとシェネ、いろいろやっていきますので、引き続きこのチャンネル、そしてチャンネル登録よかったらグッドボタンとか他の過去の映像も見ていただいて、バレエをもっともっと皆さんに知っていただけたらなと思いますので、では本日はここまでです。私 Twitter、Instagram、TikTok、ショールーム、ミックスチャンネル、ポコチャ、そしてプライベートレッスンで、モッシュっていうところのサイトでもやっておりますので、よかったらいろいろフォローしてください。以上、竹下恵子、北川恵子、世界三大恵子の最後、松浦恵子がお送りいたしました。ではまたみんなでプリエしような。ケッケでした。